はい、ということでどうも皆さんこんにちは。はじめましての方ははじめまして、ニグでございます。ツッコミ担当のマリサだぜ。今回から一泊二日で金沢の方へと旅に出ようと思います。8月に毎日投稿をしっかり達成したそのご褒美みたいなものですね。東京から北陸新幹線で金沢へと向かっていますが、普通に録画ミスしたため大宮駅からの映像で初手録画ミスするなし。大学に入ったもののサークルに入らず新しい友達もできずということなので、今回はソロでの新幹線になっております。まあ一人旅が好きなので別に気にしていませんが。まあお前は他人を気にしすぎるからな。その分、今回は遊びまくりますよ。美味しい料理に快適なホテル、そして金沢の大自然と絶景で締めですよ。まあそう意気込むのはいいとは思うが、お前免許持ってないのにどうやって巡るつもりだ？忘れてたわ。いやアホなの？幸い数少ない金沢の友人が車を出してくれるとのことです。いやはや、危なかったですね。お前行き当たりばったりも大概にしろよな。これでいろいろ巡れることですので、しばし新幹線からの風景でも楽しみましょうかね。ゲリラ豪雨に遭遇しました。これから水のカーテンに突入していきます。新幹線は本当に速いから、天気もどんどん変わっていくな。そういうところも含め新幹線が好きなんですけどね。ゲリラ豪雨から抜けた時はこのような青空が見えていたのですが、軽井沢あたりではすっかり雲に覆われてしまいました。ねえねえマリサ、見てくださいよこの景色。おお、海があんなに間近にあるぞ。あれがいわゆる日本海ってやつですね。私、生まれて初めて日本海を見ました。日本海では一体どのような海の幸がいただけるのでしょうかね。結局食欲なんかい。そしてついに金沢到着。これがかの有名なやつですね。こういう建造物がある駅ってだけでワクワクするよな。駅からこのクオリティ、これからの金沢が楽しみですね。あれ、どうして急に真っ暗になったんだ。ここから合流して昼ご飯に美味しいラーメンを食べたのですが、あまりに美味しすぎて写真を撮るのを忘れてしまいました。ご視聴ありがとうございました。待って、終わらないで。気を取り直して、金沢城へとやってきました。城というか庭の面積がすごいな。ほんとですよ、広すぎますって。暑い中ゼーハーゼーハー言いながら回りました。歩いてみるとこんな感じですね。自然があっていい感じなんだな。そして私はついに見つけてしまったんですよ。それがこの庭園です。おお、金沢城にはこんなものもあるのか。これは癒されますね。庭園マイスターの私としては放っておけないですね。いつから庭園マイスターになったの？いやー、すごいですね。これぞ日本というものですよ。こういう風景を見ているだけで癒されるな。近くに座れる木陰もあって、休憩しつつ撮影しています。昔の人はこういう景色を見て和歌を読んでいたんだろうな。やっぱり日本のこういう庭園が遺伝子レベルで好きなんですかね。いやー、ずっと痛い。ここをキャンプ地としましょうよ。景観台無しになるんですが。そしてこれがここでのベスト写真です。お前にしてはなかなか綺麗に撮れてるな。多くの人が写真を撮りたがる意味が分かったような気がします。階段や通路なども通りやすいように整っていて、歩きやすいですね。景観を壊さないよう木材とかで道を作ってることが多かったな。そして次は隣にあった兼六園にやってきました。日本三名園の一つとして数えられるやつか。こういう庭園でアイデアやリフレッシュをしたかったんですよ。たまには自然に囲まれて自然成分を積極的に摂取しなければ。自然って成分表示できたんですね。ほら、見てくださいよこの絶景。なんか昔にタイムスリップしたみたいだな。どこを切り取っても綺麗なんですよ。特にでかい松がブワーってありました。なんかもうほんとやばかったです。語彙力がなくなってきてるぞ。やっぱりこういう場所を散歩するのもいいですね。そういえば、どうして動画の時は音がないんだ？友人があまりに騒ぎすぎたためです。嫌がらせされてるんですが。おお、すごい、すごいですよマリサ。これは今年の風景でもトップクラスに入りますよ。水面に空が反射していて幻想的な風景だな。日本の木造建築と自然ってこんなにも合うんですね。記念にパシャリ。明るさといい色合いといいかなりいいな。いやはや、我ながらいい写真が撮れました。近くの甘味処でかき氷を食べながら休憩。人生初のふわふわかき氷で、かなり美味しかったです。自然に囲まれて休憩するのも悪くないな。こういう場所が近くにあったらアイデアは来まくりなんですけどね。ってことで金沢移住決定お疲れ様です。勝手に決定しないで。ちなみに周りの音はこんな感じです。セミとかが鳴いていてザ夏って感じだな。個人的には歩く時のサクサク音が好きなんですよね。いやー、いいところでした兼六園。また訪れたいな。次にやってきたのは日本海。おお、本当に何もないな。近くまで来るとこんな感じになっていますね。すごいな、本当に海だ。実は私日本海を見るのは初めてなのでテンション爆上がり中です。砂浜の方にやってきました。
夕暮れの空と雲、そして海がいい感じにマッチしてるな。いや、冗談抜きに最高ですって。ほら、もう向こうまで何もないんですよ。こうやって見ると本当に広いんだな。まるで誰かさんみたいです。こちらは空といい感じに撮ろうとした写真です。カメラ初心者の割には明るさとかもいい感じだな。いやー、圧巻ですねー。人間のちっぽけさを体感できます。動画にするとこんな感じですね。波のリズムが心地いいんだよな。普段ならもっと静かな砂浜らしいんですが、撮影時は残念ながら少し荒れていました。これはきっと私の旅の不運を願っている者がいるに違いない。単に運が悪いだけです。私としては逆にこれくらいの方が見る分にはいいんですけどねー。癒されるな。そうですね。正直これで今回の旅行終わってもいいですよね。そうかもな。波が近くまで来てるね。濡れちゃったな。だってここまで来るなんて思ってなかったんだもん。それならしょうがないな。また波が来ていますね。そろそろ移動しましょうか。本当に何もないな。これいつまで続ける気？いやー、この景色はいつまでも見ていられますね。心が洗われるようだな。青空が見えたのでパシャリ。雲がいい味出してるんだよな。完全な曇りじゃなくて、日の光や青空が垣間見える雲でよかったですね。ほら、こうやって見ると本当に何もないんですよ。日本海って本当に広いんだな。世界地図とか地球儀で見ると日本は小さいと感じますが、やっぱり人間の尺度で見るとむちゃくちゃ大きいですよね。波に注目して写真を撮ってみました。こうやって見るとだいぶ白波になってるな。普段の日本海も見てみたいですね。はい、金沢2回目おめでとうございます。どうしてすぐ金沢に行かせようとするの？夜ご飯の日時も迫っていたので帰ろうとしたのですが、なんと、ここに来て雲が晴れ太陽が出てくれたんですよ。これは実況者力がいかんなく発揮されていますね。間違いない。絵のひらを返すな。おお、すごい綺麗じゃないか。太陽の光が反射されて光の道ができていますね。せっかくなので近づいてみてみましょうか。近づくとこんな感じですね。海ってこんな幻想的な風景になるんだな。日本海っていいところですね。そして帰るときになんと虹を2つ発見しました。右にうっすらと映ってるな。肉眼でははっきり見えてたのですが、写真で撮るとわかりにくいですね。そして夜ご飯は少し高級なのどぐろ専門店へ。どうやら金沢はのどぐろが有名らしく、せっかくなら海の幸をということで食べに来ました。頼んだのはのどぐろの炙り丼定食。炙り丼の他にも、のどぐろの茶碗蒸しや天ぷらもついてきました。なんか見るからに美味しそうだな。これはもう食べるしかないですね。早速一口。いや何これ、ま、食レポになってない。いや、本当に今までのご飯とは別次元の味なんですって。油がとにかく乗っているのと、優しく旨味が広がるのがたまらないんです。なんでこの味を知らなかったのかが悔やまれますね。茶碗蒸しも本当に美味しいよな。ちなみに個人的に最も美味しかったのが右にあるのどぐろの天ぷら。衣が油っこくなく、文字通りふわっふわでのどぐろの味が口の中を優しく包み込んでくれます。天ぷらは単品でおかわりしちゃうほど美味しかったです。ちなみにのどぐろの炙り丼は締めで出汁をかけてお茶漬けとして食べたぞ。いやー、美味しかった。また食べるために金沢に行きたいと思わせるご飯でした。ということで、一泊二日の金沢旅、いかがだったでしょうか。弾丸旅にしてはかなり楽しめたな。たまにはこうやってリフレッシュの旅に行くのも悪くはないですね。次はどこに行きましょうか。仙台とか盛岡とかの東北新幹線沿線がいいな。何言ってるんですか、遠いですって。もっともっと日本の様々な文化を体験したいな。まあ、それはのんびり考えましょうか。ということで、今回はここら辺でおしまい。みんなも、いい旅しろよな。